大谷翔平の球速は小学生で120キロだった。日本人選手として最速の165キロを記録した大谷は、小さな頃から異次元だった。小学6年生で球速120キロをマークしていたのだ。一般的な小学生の球速の平均は90キロとされているので、平均よりも30キロも速かった。ほとんど大谷の球を打てる小学生はおらず、実際大谷とのインタビューでも、全盛期のピッチングは小学6年生と中1、あの時期の僕が一番無双していました、と答えている。謙虚な大谷がそのように答えるとなると、相当異次元な球速だったと言えるだろう。また高校3年生の時には岩手大会にて160キロをマークしており、当時の高校球界で最速を塗り替えて話題となっている。小学6年生から高校3年生までの約6年間で40キロも球速を上げた大谷、凄まじい努力によってその才能を磨き上げたのである。